Hey everyone, it's Froggy and I'm back again with another episode of Amnesia Memories, so I'm just gonna go ahead and start. おはよう。今日は具合どう？君、すっごい意識してるよ。大丈夫？心臓のドキドキいう音が僕にまで聞こえてくるんだけど。一気にもきっとバレてるよ。どうかした？今頃僕の魅力に気づいた？まあしょうがないよね。昨日一気のあんな覚悟を見せられちゃったらさ。あのさ、悪いけど着替えるんで、そこどいてもらえる？ Hey Shen, what's up? Haven't seen you in a while. たく、付き合って3ヶ月にもなるのに、今さら何見つめ合ってんの？ What are you jealous? しょうがないじゃんさ。この子はこの間まで遊ばれてるかもしれないって思ってたんだから。ねえ、もう行こう。まずは着替えて仕事しよう。待ってよ。どうして何も言わないで逃げるの？赤い顔してぼーっと人の顔を見ておきながら何も言わないっていうのはなしじゃないの？どうしたのかな、このお嬢さんは。この前から態度が変わってきたなとは思ってたけど、もしかして僕に言いたいことができた？それともこっちから聞いてあげるべき？また僕のうぬぼれかな。今の君にならこの目も効きそうに見えるんだけど、どうかな？ちょっと試してみようか。ほら、こっち見て。まっすぐ反らさないで。あれ、僕には聞いてるように見えるけど、これって気のせい？言ってみてよ。僕の目をちゃんと見ながらうぬぼれないでくださいって。Don't be so conceited. Let's just do the dots. I'm not saying it. 言えないんだ。どうして？10数える間だけ待ってあげようか。その間に言わないとキスするから、いい？ Okay. 10 9 8 6 5 4 3。 職場でそういうことされるとほんと困るんですけど。シン、あと5秒くらい待ってくれてもいいんじゃないの？仕事終わってからやってください。ま、いっか。今の話は後でゆっくり聞くよ。とりあえず着替えを。ん？どうしたの？君！ I remember this conversation.The first time I saw Iki's eyes up close, I was completely fascinated. Without even knowing it, but I said, don't be so conceited. I said it while looking straight into his eyes. え、聞いてない？いや、聞いてるでしょ。現に今僕のことぼーっと見つめてたじゃない。I wasn't charmed. Don't be so conceited. へえ、本当に？僕の目を見てそう言える？ほら、何も言えなくなるじゃない。もう一回言ってごらんよ。うぬぼれないでくださいって。ね、言えないでしょ。He's the same as my dad. He plays around with women like they're toys and throws them away when he's tired of them. This man. I won't lose to this man.don't be so conceited.嘘でしょ。どうして？どうやって？今どうやって拒んだの？That's right. Back then, I had only heard rumors, and they really made me dislike Iki from the bottom of my heart.That's why I rejected him, of my own free will. It was pure defiance. また何か思い出したんだね。僕には見えなかったよ。Does that mean anyone could deny Iki's eyes if they were serious enough? I'm not the only one who's special. In that case, if there's someone else who can deny him, would Iki... Apologies for the wait, madam.
お疲れ様。今日は一緒に帰ろ。着替えたらここで待ってるから。え？え？ここで待ってるってこの部屋で？ここから一緒に帰るの？そんなの初めてじゃない？ Seems so. 10 minutes later. じゃあ行こうか。カバンと手貸して。これ、ファンクラブの子たちの前を手をつないで通るってことだよね。Am I the only one who like squints when they squeal like that? Hurts my face. あのさ、悪いけど通してくれる。今日は彼女を送ってくから遊べなくなったんだ。え？え？なんで？なんでイッキが彼女にそんなことしてあげるの？ここしばらく彼女の体調が悪いから、ごめんね。またね。ダメ！そうだよ、ダメだよ。一気に送ってもらうなんて、そんなの許せない。体調悪いならタクシーにでも乗って帰れば。一気の手を煩わせないでよ。ちょ、そこ塞がれたら帰れないんですけど。何？実力行使？あのね、もし通してくれないなら。あの、すみません、そこ掃除するんでちょっとどいてもらえませんか？え？店の前を掃除するんですよ。早く終わらせて帰りたいんで、どいてもらえます？な、何その言い方。ちょっと、私たち店のお得意様だって知らないの？知ってますよ。いつもうるさくて迷惑してるんで。行こう。イエイシン。シンが気を引いてくれてるんだよ。そこの隙間入って、早く。ちょっとマジ信じられないんだけど。店長呼ぶよ。あんたたちの店長怖いって知ってんだから。いいですよ、別に呼んだって。本当に呼ぶよ、本当だからね。だから呼べばいいでしょ。それより一輝さんたちもういなくなりましたけど、そっちの方はいいんですか？え、嘘、本当にいない。あ、あんた騙したのね。相手がバカすぎて騙したうちにも入らないと思うんですけどね。信じらんない。探すよ、みんな。一輝、どうして私たちのこと置いてくの？ Cause you're terrible people. どうしてもこうしてもお前らがうざいからだろう。言ったかな。ごめんね、具合悪いのにせかして。大丈夫だった？はあ、とうとうやっちゃったな。みんな怒ってるだろうね。どうしよう、どうしよっか。ごめん、君も巻き込んじゃったね。風当たり強くなると思う。でも僕が守るから、本気で守るから、ついてきてくれる？あのさ、今朝のこともう一回聞いてもいい？今朝のは何？突然僕の目が聞くようになったの？そうじゃないなら、その、君はもしかして僕のこと。はぁ、何緊張してるんだ僕、格好悪いな。だから、つまりね、僕がこんなバカな姿を晒すのは君だけだよ。君の前でだけおかしくなる。君は、僕にとって、本当に特別な存在なんだ。You're special to me too. And if your eyes worked on me? What if your eyes worked on me? うん、確かに最初は興味だったよ。正面からうぬぼれないでなんて言われたのは初めてだったしね。でも、それは単なるきっかけだな。君は僕と向き合ってくれた。僕の噂も実態も知ってたのに、逃げずに、諦めずに話を聞いてくれた。例えば、今みたいにね。今はね、できれば君にも聞いてくれればいいのになって思ってるよ。で、その、君の方は、僕は。You're special to me too. あのさ、実は今、これでも結構我慢してるんだけど。
言ってもいいのかな。今ね、キスしたい衝動と戦ってる。もうそれこそ全力でね。 So stop then. 君だからだよ。君だけだよ。こんな風になったことないんだ。どうしたらいいかわからない。ああ、ごめん。理性崩壊させてもいいかな。我慢できない。唇、甘いね。なんか食べた。ああ、さっき片付けの時に生クリームこぼしてたよね。あれ舐めたんだ。うん、生クリームの味、甘い。もう少し食べていい？美味しい。あと5日か。本当にギリギリだったな。君に振られてたらどうしてたかな。3ヶ月前、期間限定で付き合おうって言った時も、別れた後まともに生きてる自信なかったけどね。今振られてたら間違いなく数年は廃人だな僕。本当に好きだよ。本当にびっくりするくらい。いやー、それにしても今日は本当に居づらかったよ。馬に蹴られそうでさ。ナイス。こんな状態ならもう分離してもいいかもなって。あれ、もしかして僕の姿見えてない？目が全然こっち向いてないんだけど。もういいかい？もういいよ。うわ、本当に見えてないんだ。ここここ、ベッドの上にいるよ。そっか、君と一緒にいられるのは本当にあとちょっとだね。 Oh, I miss your cute face. もう不安なことは残ってない？僕がいなくなっても大丈夫？Aww, I'll miss you already. August 27th. And I'm gonna end this episode here for today. Hope you guys enjoyed it. If you want to see more, just click the eye at the top and don't forget to subscribe. Thanks for watching.